任期満了に伴う養父市長選は昨日投開票が行われ、無所属で現職の広瀬栄さんが新人2人を破り4回目の当選を果たしました。現職の広瀬栄さんは元市議会副議長の新人正津悟さんと元副市長の新人西田浩二さんを破って当選し、4回目の当選を果たしました。今急がれる最も喫緊の課題はコロナ対策をいかにうまく対応するか、解決していくかということだろうと思います。特に地域経済をどう立て直すかということ、それから、市民の生活をどうこれも安定さすかというようなことだろうと思います。これは喫緊の課題です。世代交代や市民参画のまちづくりなどが争点となった選挙戦で、広瀬さんは国家戦略特区指定による農業の改革を進めた3期12年の実績をアピールしたほか、新型コロナウイルスの感染拡大で低迷する地域経済の再生などを訴えてきました。投票率は 73.52% で、前回の2016年の選挙より 1.98 ポイント下回っています。